足柄平野の地形図足柄平野の位置、丹沢山地より見た、足柄平野足柄平野足柄平野は、神奈川県南西部に位置する平野である。通常、関東平野には含めない。周辺を、北は丹沢山地、東は大磯丘陵、西は箱根が林山の山々が囲み、南は相模湾に面している。最北部にあたる、山頂部からは、 丹沢山地から流れてきた佐古川が平野に入り込み、東に流れた後、松田町あたりで大きくカーブを描いてきたから南へと貫くように流れている。そして南部には河口が存在し、相模湾に注いでいる。西には佐古川支流である刈川も流れ、平野の中央やや南寄りの地点で佐古川と交流している。気候は温暖であるが、比較的狭い平野である。 平野の分類としては、これは典型的な中積平野であり、佐古川が平野の形成に大きく寄与している。西部においては刈川も平野の形成に寄与している。佐古川が運ぶ土砂が長きにわたって堆積しており、それによって特に南部には鴨宮団球が存在している。他に各地に自然堤防も点在している。とはいえ、平野全体で見ると、 とてもなだらかで起伏が少ない地形である。水が非常に豊富であり、井戸が各地に多数存在している。一世帯に井戸一つずつ所有しているような地区も珍しくない。市町の水道も平野に井戸を掘れば、ある程度の水量が得られるため、川の取水と並んで、井戸の地下水も水道の水源として利用されている。逆に言えば、地下開発をしようとすると水が湧き出てしまうため、 地下水対策工事を実施しなければ、まともに地下開発できない土地でもある。肥沃で水が豊富なことから、昔は平野のほとんどを水田が占め、稲作が盛んであった。現在においても農業においては稲作が中心で、あるが、梅などの栽培も行われている。しかし、戦後からは徐々に南部を中心に工業地域が広がっていき、相対的に水田は、 住宅地下も相まって減少が続いている。平野内の主な工業は写真フィルム、記録メディアバッテリー、化学製品、薬品、食品などと多岐にわたる。これは首都東京への交通の便が比較的良いことが主な理由であるが、豊富で良質な水が創業上必要不可欠でそれを求めて進出した企業もある。道路交通においては最北部には 国道246号や東名高速道路があり、大井松田インターチェンジは足柄平野の玄関口とも言える存在である。南部には小田原厚木道路、最南部には西昇バイパスや国道1号が海岸に沿うように横断している。そして東部には国道255号が南北に縦断している。鉄道においては東海道新幹線、東海道本線、 そして、小田急小田原線と利用者の多い路線が平野を貫き、小田原駅にて、県西地区一の一大ターミナルを形成している。つまり、鉄道における足柄平野の玄関口は、小田原駅ということである。道路、鉄道ともに大動脈と呼べる路線が多数存在していることから、交通の便においては、不便を強いられることは、ほとんどない。古代においても、 ヤグラザー王冠や東海道が平野を貫くように、京都などの主要都市に続いており、交通の要衝であった。佐古川によって形成された中石平野であるため、他の中石平野の例に漏れず水害が絶えなかった。江戸時代の文献においても大水に関する記述が多く見られる。特に富士山噴火の際は火山灰が佐古川に積もってしまったため、それ以降は、 暴れ川として、たびたび平野を襲ってきた。長い間、足柄平野における災害対策事業といえば、治水事業が主で、多くの堤防が築かれては決壊の繰り返しであったが、佐古川上流域の丹沢山地内に見保ダムが建設されて後、これといった水害には見舞われていない。一方で、大磯丘陵との境あたりには、構図、松田断層が南北に伸びており、 今日最大の脅威は地震であると言える。ありがとうございます。